えー、性病は風、長道です。はい。あのー、まあ、ネットなんかで知ってる人は、あのー、いらっしゃるとは思うんですけど、えー、2月の22日に、えー、東洋太平洋の、えー、タイトルマッチが、決定戦がね、決まりました。はい。あのー、まあ、できればもう今回決定戦っていうことで、あのー、本当はね、 強いチャンピオンに挑戦してチャンピオンなのが一番かっこいいっていうのはもう俺も思ってるし、それを一番望んでた。けど、まあ、えー、チャンピオン竹井良樹が、えー、返上してバンタム級で世界を狙うってことで、だったら、だったら、うそのもうライバルとして戦いたい相手、えー、ナンバーワンは天心と言っていたけど、ナンバーツ、えーの竹井良樹が、 えー、バンタム級に行くっていうのであれば、別に、俺、武井くんのこと嫌いじゃないんで。えー、むしろ、どっちかというと好きなんで。俺も中学校の頃から知ってるから、彼が中学生ぐらいの時からもう知ってるから。で、バンタム級に行くなら、応援したいなっていう。バンタム級で世界を取ることを応援したいなっていう。ただ、スーパーバンタムにいるなら、あなたて敵よっていうことを僕はもう前々から言ってたんで。だけど、もうバンタム級に行ったんで。うん。 バンタム級で世界を取ってほしいですけども、えー、そのバンタム級に行って、バンタムの、えー、チャンピオンの、チャンピオンが空いたと。で、これを争う。じゃ、誰と争うの俺がいて。その下に天心がいて。で、その下に、えー、大橋チームの中島選手っていう選手がいるのね。で、 俺と天心で決まると俺は信じて疑ってなかったんだけど、えー、これは、えな、ー、んでか知らないけど、決まりませんでした。でこれ理由は聞かされてません。理由を知りたかったけど、理由は、えー、全く聞かされてない状態です、今。で、俺と天心、で、天心やらないって言うから、その下にいる大橋自分の中島選手と、えー、自分で決定戦が決まるっていう。 ま、これ大橋ジムの工業なのでね、2月22話。だから、えー、中島選手が赤コーナー、俺が青コーナー。だけど、まあ、あの、東洋のランキングは別に俺の方が上ですけど、あの、相手の方が格上なんで、今までのその実績とか色々ね、考えると。相手の方が全然格上なんで、あの、なんだろうな。まあ、別に、 赤コーナー、青コーナー、どっちでもいいけど、うん、俺はもう常に、ね、挑戦する心を持っていたいんですよ。うん、だから、俺は格下とやるのは嫌なんですよ。今後のボクシング人生で、格下とはできるだけやりたくない。うん、格上にだけ噛みついていきたい。うん、っていうのところであ、ま、天心とかはまあまあ知名度で圧倒的に格上なわけじゃないですか。 中島選手も、俺からしたら格上なんですよ。うん。だから、やりたい相手の一人ではあったんで、前々から言ってたし、中島とやりたいっていうのはね。だから、あのー、今回決まって本当に良かったです。あの、いろんな人間にね、感謝したいと思います。はい。で、今回なんですけど、あのー、もうチケットが結構早めに完売しそうでして、あのー、早めにね、ちょ、マ、ま、ー、あ、ちゃんうるさいな。早めにね、あのー、 チケット希望の方は自分に連絡ください。あの、知り合いの方でね。俺と知り合いの人で、あの、チケット希望の方は、あの、僕に早めに枚数と金額を教えてもらえるとと思います。一番上が確か3万3000円だったかな。一番いい席が3万3000円。コ楽ラケンホールの、あの、工業なんで、一番いいそこは3万3000円で、一番安くて6600円とか、ね、なんかちょっと半端な数字だったんですよね。はい。 まあ、とりあえず、あの、今回はね、でもね、マジで、あのー、自信しかないです。自信しかない。うん、これなんでこんなに俺が今自信あるかっていうのは、試合終わってから言います。はい。で、えっと、全然話は変わるんですけど、あのー、今日の、今日、えー、今、えー、12月9日ね。12月9日。 えー、17時から、17時半からかな ?17 時半から、えー、渋谷のセルリアンタワーで、えー、結婚式を行います。はい。これ、アンチ、アンチ来んなよ、これ。これ、今17時半セルリアンタワーでやるけど、アンチ来てもいいけど、来たら、とんでもない帰り討ちになるぞ。わかったかメンバー的にとんでもない帰り討ちになるぞ。 俺は関与しなくても、とんでもない帰り討ちになるからな。気をつけろ。はい。あのー、17時半セルリアンタワーで、あの、結婚式を、ええー、妻の、花と、ええー、共に、ええー、あと、たっちゃん、まー、あ、ちゃん,、うん、家族4人で、ええー、行い、おうと、ええー、行う予定でおります。で、あのー、YouTube ライブを、ええー、高山修法っていう後輩のパシリがいるんですけど、 えー、そいつに YouTube ライブのカメラを回さしながら、えー、結婚式を、えー、やりたいと思ってます。まあ、何よりね、その、ね、あのー、今日、結婚式を、えー、無事あげられるのはですね、あのー、本当に皆さんのおかげだと思ってます。これはマジで。うん。だから、本当はい。今撮ってるよ。撮ってる。 裸あ背中ね。うん、カメラ回しながらでいいいや。赤ン食らわないならいいよ、ね。ああ、終わかった。はい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 。じゃあ早く動こうって。背中にクリームを塗ってほしいとのことで、背中にクリームを塗ってあげます。 そんでね、あの、高山修法が、YouTube ライブをしてくれるそうなんですよ。結婚式の様子をね。だからよかったら皆さん見てねっていう、それだけなんですけど。マジ花痩せたわ。痩せたね。本当、うちの花もさ、ダイエット、何ヶ月やった ?3 ヶ月 ?3 ヶ月ぐらいダイエットして。でも、本当に。健康的に痩せたよね。でも 出会った当初ぐらいの体型だなこれ50キロぐらい今,今妊娠中75キロあったです妊娠中75キロあったけど今50キロっていうだいぶ痩せたないやでも結構いい痩せ方じゃないでしで早くクリーム塗るわもうねいいやつい,<や>いいやつ食べながら食べながらな食べながら飲みながら、うん、じゃあさあとりあえず結婚式もそうだけど届けないからとりあえずスパしてください ドタキャいらスパチじゃ結婚式はもう結婚式もそうだけど<本> 2>, 2月22日俺がタイトルマッチやるだろうなんかお前一言エールくれよ誰俺に,<原>俺にエールくれようんえー、なんだろう全然考えられてなかった結婚式のことでいっぱいでうーんまあいや別に一言ぐらいあるんだろう頑張ろうよなんだもんそれ 適当に戻らんだろう多分勝つと思ういや、俺もそう思ってます。はい。ということで、もう、OK、ね、ちゃんと、違う。うもう今日背中に。ボクサーはこうやって背中にこうやって忘れに乗って。痛いよね、赤くなったらどうすんのじゃあ、ということで、あのー、皆さん、<お前 S 1> 後で、お会いしましょう。17時半から、えー、YouTube ライブスタートします。<laughs>